はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。今日から皆さん大好き、お金の話を続けたいかなとさっき思いました。金運アップですね。そもそもこの YouTube ではお金、金運の話をすることは多かったわけですけれども、まあそれもそのはずでですね、もう19年ぐらいに独立してなるんですけれども、独立した当初を最大の課題問題はお金だったわけですよ。というのもですね、僕が初めて社会人になったのは28歳でした。それで4年だけ勤めてですね、スピリチュアルに目覚めまして、えいやーと辞めてしまったわけですね。まあ辞める1ヶ月前に、とある1億円プレイヤーという方から、石田さん、人生なんてものはね、考え方だけで決まるんだよというふうに言われまして、そうなのかーと素直にその言葉を受け入れました。そして厳密には、まあ、4月は残務があったんで、5月1日から僕の独立生活がスタートしたわけなんですけれども、まあその考え方だけで人生が決まるっていうのはそうなんじゃないかなということは、独立して大体2年か3年ぐらいで決まってしまったわけですね。というのはですね、全然食べる手段がなかったわけなんですけれども、まああれからこんなに経ってるでしょ。しかもですよ、僕に関して言うと収入に関しては完全に右肩上がりです。でいくつものですね、収入ポケットがあるわけなんですよね。そうなんですよね。昔19年前、そういう自己啓発とか成功哲学っていうのを初めて触れたわけですよ。その時に収入のポケットをね、たくさん持ってた方がいいですよっていう風に言われたわけですよ。いや、でも俺、一つもないのに、そんなこと言ってられるかと思ったら、まあ今思うだけでもですね、まあ3つ、4つ、5つ、6つ、いや結構ありますよね。なんか、いろんなところから収入が入ってくるという感じになってますよ。で、それはなんでそうなったかって言ったら、もうね、この一言に尽きると思うわけですよ。で、この一言で、あ、自分がそうだなと思ったら、金運アップも全然します。だけども、いやそうじゃねえなと思うんであれば、まあ、少し自分を見直した方がいいかなというふうに思うわけですね。それ何かというと、金運アップの最大の秘訣は何かというと、素直であるということなんですね。いやいや、素直でどういうことですかということですが、例えばね、僕はお金にめちゃめちゃ困った時に、天使にお願いをしました。天使にお願い。天使さん、天使さん、100万円くださいませって言ったわけですね。で、その時のコツはですけども、パッて組むでしょ。で、自然に組んだら、ね、自然で組むじゃないですか。それをね、逆に組むんですよね、これね。組み方を逆にするわけですよ。それ違和感あるでしょ。違和感ある状態で、天使にお願いするわけなんですね。そしたらなんか潜在意識がムズムズムズって動き始めて、その天使にお願いの言葉がね、届きやすいみたいな。で、これ現状維持じゃないですか。普通にしたら現状維持です。だけども、これを組み替えると現状じゃないということで、潜在意識がすごくね、ムズ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 言うわけですよ。まあその話もね、もともとはとある成功者の方から聞いて、それを僕なりにアレンジというか、まあ天使にお願いの部分だけは僕が付け加えたわけなんですけども、こうやって、天使さんにお願いをしたらですね、本当に入ってくるというわけですね。てな話を今しました。そこで、うわ、何こいつ、めっちゃうさんくさいじゃんって思う人は、まあなかなかね、金運アップしないと思いますよ。で、そこでも、いや、そうなんだ。いや、でも私もね、ぜひ天使さんにお願いしようって言って、こうやって組み替えたらいいんですよね、みたいな。そういう素直な人は全然お金に恵まれるということですね。とにかくね、素直であるということが大切なわけですよ。だけど、じゃあもう一つ付け加えましょうか。お金に好かれるには、金運アップするためには、勉強をしなければいけません。さあどうでしょう。さあどうでしょう。いや、もう一つ言いましょうか。お金に好かれるためには、行動しなければいけません。さあどうでしょう。いや、ちょっと私、勉強も行動もあんまり好きじゃねえのになーって思う人は、なかなか金運アップしないかもしれませんね。で、そこで結構脱落する人がいるわけですね。で、勉強とか何かったら、例えばもう簡単な話ですよ。お金に関する YouTube を見るとかですね。いや、ちゃんとまともなやつですよ。例えば最近僕よく言ってんだからもう、新ニーサに関するね、情報がたくさんあるわけなんですね。もう何度も言ってる通りあれ、もうチート級の制度だってことなんですね。だけど、いやいや、日本政府が言ってるのちょっと怪しいみたいな。まあ、ちょっと出し抜いてですね、なんかワンチャンすごい情報があって、多分これを買えばね、2000倍になるとか、そういう情報ばっかり求めていると、これはもう素直じゃないっていうことなんですね。だからニーサなんてものは、これやればいいんですよ。全国民誰だってできるわけですね。18歳以上だったかなと思いますけれども、誰だってできるわけですよ。その口座作りました。いや、もちろんね、なんか何らかの支障でできないし、いるかも
もしれないけど、普通に生活したらね、誰だってできるわけですね。そこに銀行に預けるんじゃなくて、NISA口座に預けておけば、まあ1年で2割ぐらい増すっていうのが、まあ、僕のね、一応データですけども。もちろん、未来永劫それが続くとは限りませんけれども、まあ1割2割ぐらいですね、1年もあったらアップしてしまうということなんですね。で、複利でどん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 重なっていきますので、じゃあ15年もすれば、まあ倍とか3倍とか普通になってるってことなんですよね。で、それ話を聞いて、まあそこでうさんくさいと。さっきの天使と同じなんですね。天使の話はめっちゃ受け入れるんだけれども、NISA の話になると、うさんくさいってね、言う人いるでしょ。でも逆もちろんしっかりです。NISA そんな当たり前だよね、という人もいればさ、天使うさんくさいね、ってね、言う人いるわけですよ。で、僕はどうかというと、全部 OK なんですね。全部 OK。だけども、ここで一つ大切なのが、勉強をするということなわけですね。で、勉強って何かったら、詐欺に引っかからないようにするということなんですね。もう正直言いますけどね、これ僕の YouTube、すげえ良心的ですよ。例えばね、天使にお願いするって言ったところで、何も失うものないんですよ。実際の話。お願いするんですよね。これ、お願いするとか祈るっていうのは、ほんと結晶化するんですね。バーって物質が。そのことによって、現実化のスピードが高まるっていうのは、これはもうね、古今東西、多くの成功哲学で言われてきたことじゃないですか。で、僕の場合ね、ちょっとね、なんか天使だったかね。まあ、こんな感じで言うから、うさんくさく思われるかもしれませんけども、でもみんなそうでしょ？キリスト教徒の方だって、イスラム教徒の方だって、それは神なのか、アラーなのか、天使なのか、仏なのかね。とか、まあ、いろいろ名前はあるんだけども、何か超越した存在に身を委ねるっていうことは誰だってあるじゃないですか。で、その表現の一つとして天使って言ったりすることもありますよ。だけども、そうやってね、名前とか、見た目とかにですね、惑わされて、うさんくさいとか、そこで判断してしまうと、それは非常にもったいないかなと思うわけですね。だから今僕言ってる天使のお願いなんてのは、普通に、いやいや、もうね、祈れようと、祈ろうと、お願いしようという、ただそれだけですよ。願望を持とうということなんですね。その言い方の別バージョンで天使にお願いという言い方をしてるわけなんですね。だからまあ、こうやったからといって、じゃあまあそうなるかどうかってね、まあやってみりゃいいと思いますよね。全然失うものないから。で、それでやってみようと思う人は、まあまあね、そのスタート地点に立ってるってことですね。だけど一方でもう一回言いますけども、兄さんの話なんかするとね、うわ、これうさんくさいっていう人いるかもしれませんが、あれ全然うさんくさくないからね、あんなのね。あれもしね、それがうさんくさかったら、日本自体がうさんくさいわけですよ。本当にね。じゃあ、いやいや、日本もうさんくさいですよって思ってるかもしれませんが、じゃああなたは何人ですか？どこに住んでるんですか？ってことですよ。いや、もちろんね、日本めちゃくちゃうさんくさいから、ね、今ドバイに住んでるとかね、カナダに住んでるとかね、そういう選択をしてる人はいいと思いますけども、でも大多数はそうじゃないわけじゃないですか。陰謀論とかにね、すぐね、持っていかれる方っていうのは、やっぱり日本はなんかね、もう終わってるとかさ、なんかうさんくさいとかね、なんか令和っていうのは、和っていうのは日本じゃないですか。で、例にするんだと。すべて少子化とか、預金封鎖とか、国民をね、ゼロに持っていくための陰謀なんだみたいな、さっきね、ちょっとツイートで見てさ、笑っちゃったんだけども、まあそういうのにね、すぐね、頭持っていかれちゃうわけでしょ。でも、それもすげえひねくれてるってことなわけですよね、実際の話。いや、そのね、日本に住んでるしだ、日本で税金払ってるし、日本の恩恵を受けてるんだからさ、から少なくともそこに何かしらの、まあ、感謝だったりっていうのが僕はあっていいと思うんだけども、なんかうさんくさいと思ってるその心が、金運を下げるわけなんですね。だからね、俺うさんくさいって言われるの全然 OK だし、もうむしろ嬉しいぐらいなんだけども、ね、なんかそう、うさんくさいというね、うがった見方をずーっとしている人っていうのは、なかなかお金に好かれないなと思うわけですね。だから今言ったように、素直が第一。だけれども、詐欺には引っかからないようにってことですね。そのために勉強が必要ってことですね。例えば、ポンジスキームっていうね、有名な詐欺があるんですけども、そういうのね、もうすぐ調べて、あ、こういうものかってあるわけですね。これ何かって言ったら、昔そういうのにね、実はお会いしたことあるんだけども、多分100万円預けるじゃないですか。ね、そのある人に預けるわけですよ。そしたらね、1ヶ月で 6% 来るってわけなんですね。だから、100万か6万円来るわけですよ。それで次の月も100万から6万円来るわけですね。ということで100万円をどっかで預けてるだけで、毎月毎月6万円来るんですよね。そういう夢のシステムがあるわけですよ。で、なんでそんなことできるんですかって言ったら、なんかね、1000億ドルの米国債をとある人が持っていて、社会貢献のためにそういう風にしてるんだみたいなこと言ってるわけですよ。その時点でね、いや、ちょっとこの人やばいなと思ったわけですね。でもそれって税金って何なんですか？雑所得ですかってね。大体何パーですか？ 20% ですか？ 50% ですかってね、そういう風に聞いてみたんですよ。あ、ちょっと聞いてみますねってさ、それで返ってきた答えからさ、すげえ
白かったね。いや、これは愛の循環ですから税金がかからないそうですとか、どこの国の人間だみたいなね。で、その時点で、やっぱりそうなんだというのは、まあ、素直を通り越して単なるバカっていうことなんですね。だからバカと素直は違いますけどね。いや、もう一回言いますけどね。愛の循環のお金で、なんですかね。かその、宇宙銀行とかってさ、架空のものでさ、いろいろ言うのはいいですよ、別に、ね。でもね、日本に住んでて、その日本円ってあんまどれでもいいんだけども、その、お金っていうものをもし手にしてるんだれば、それ必ず税金っていうのが発生するわけですね。それで愛の循環だからとかになんか言いながらですよ。それで、税金払わないでいいっていう。いや、すげえ世界だなと思ったわけですね。だけども、そのポンジスキームって何かって言ったら、実際そういう運営の実態とか、まあ、ちょっとあるかもしれませんけども、ほぼほぼないわけなんですね。それ何するかって言ったら、そういうね、うまいこと言って、6% ですよとか言ってですよ。実際6万円入ってくるとさ、うわーってね、なんで俺何もしてねえの6万円入っちゃったよっていうふうに、浮き足立つじゃないですか。そしたら、山本さん300万とかやるわけですね。で、人にも勧めちゃいましたと。勧めたら何パーセントかバックされるとか言ってさ、って言うでしょ。そしたらもうどんどん広がっていくわけじゃないですか。そしたらもう、出資金だけがガーッとはまってくるわけですよ。で、そのうち、福利にしませんかって言われるわけですね。つまり6万円毎回毎回配当落としてするわけじゃなくて、100万円から6万円払うんじゃなくて、106万円にして、で、そっからさらに 6% だから、次は112万、そっからさらに 6% だから、120何万とかね、そうやってどんどん福利計算させていくわけだけども、配当する必要はなくてね、額面だけで増えていくわけでしょ。そしたら、その人のところには全然戻ってきてないんだけども、まあ戻ってくるで期待だけ持たせてるんですよ。でもその胴元にはですね、すげえ膨らんでいって300円ぐらい集まったらドローンっていうね、そういうパターンがあるわけですね。それポンジスキームとなるわけですね。で、そういうのちゃんと知っておかないといけないんですね。で、詐欺に引っかからないようにするためにはですね、やっぱりね、バカじゃいけないということなんですね。素直とバカは違いますからね。じゃあ素直とバカって何が違うのかって、どう違うんですかって、それは自分で勉強してくださいって思うわけだけども、だけどね、まあ少なくとも、まあ、やってみようかってね。なんかね、その、多額をかけるわけじゃないですし、いいよっていう、この本ね、読んでみたらいいよって、本読んでみようとかね。兄さん、ちょっといろいろ調べてみたらどうですかってね。まあ、言ってしまえばね、本とか情報とかね、それはもう限度ありますけど、例えばね、世の中に出ている本って結構あるじゃないですか。例えば目の前なのこれなんですかね。こちらは、1600円プラス税ですけども、ね、お金とお花っていうね、タイトル、そのままズバリですけども、お花とお金ね。で、これ本いいですよってね。すごくいい本なんですよね。僕もバーっと見てみましたけども。でこれおすすめしますって言ったので、いや、うさんくさいとね。でもね、1600円でうさんくさいって言ったらさ、それもうね、なんか、悲しいよ、それ、本当に。いや、それを1800万円を払えて言ってるわけじゃないですよ。で、160万でも100万でもないですよ。本ですよ、本。しかも、この、スゴーフローラさんが入ったこの本はですね、まあ、彼女の、もちろん知り合いなんですけれども、もうすごい英知があるわけですね。その英知をね、たったの1600円プラス税で読めるっていうのは、ものすごいね、バリュー高いと思いませんか。というか、本にはほとんどそうなんですよ。ね、僕の本もそうですし、もう本という本はね、もうそうなんですよね。もうすごい英知が加わってるわけですよ。だから本を読んで勉強しようということなんですね。で、持ってて経済学とかですね、それはもちろんその専門書を読む必要もなくて、簡単な経済のですね、仕組みとか、例えばね、古典経済学とですね、近代経済学の違いとかですね、一般教養レベルでは知っといた方がいいなと思うわけですよ。ある程度のね、ベーシックなところがあると引っかからなくなるわけなんですね。というわけでですね、まあ僕もそういった意味では引っかからないとは限らないし、それはね、可能性ゼロではありませんけれども、だけどまあ、ほぼほぼ大丈夫だなと思うわけですね。例えばね、最近だったら、水原一平さんのね、ギャンブルの話ありましたけども、あんなもね、まあ面白いかもしれませんよ、ゲーム性があって。だけどそれに、なんか自分の財産かけるとかいうのは、もう完全に、ちょっとね、おかしくなっちゃってるんでしょうね。わかってるんですよ、自分でもね、おそらくね。もうギャンブル依存だってこと分かってるわけですよ。で、必ず負けるんですよ、ギャンブルっていうのは。必ず負けるんです。もうよっぽどのプロじゃない時には、インサイダーとかね、そういうなんか特殊な環境のある人以外は必ず負けるんですよ。でもそれを特殊な環境になればいいじゃないですかって、じゃあなってくださいよ。なったらいいですよ。でもなれないでしょ。なれないんだったら、もうギャンブルなんか絶対手出しちゃいけないわけですね。あと仮想通貨とかね。もうそれも FX も俺やらない方がいいと思います。なぜならね、ギャンブルだから、完全に。で、仮想通貨ってさ、確かに夢ありますよ。夢ありますよね。今ビットコインめっちゃ上がってるじゃないですか。で、今ね、100万とか1000万、ちょっとわかんないけど、あんまり追ってないからわかんないけども、1000万ぐらいのかな。で、それぐらいあるわけじゃないですか。で、それ1ビットコインが1円の時から買ってる人なんかさ、ものすごくなってるわけでしょ。で、夢ありますよ。だけどね、どこで利益確定するかっていうのがなかなか勇気がいるところなんですよね。2017年の11月にですね、仮想通貨の話を香港で聞いたんですよ。そういうね、お金持ちの集まるところで聞いたわけですよ。そしたらなんか6億円ぐらい膨らんだっていうわけです、ある人がですね。で、6億円すごいですね。でね、もうそんなのもう利確しちゃったら当たりじゃないですか。でね、半分税金払っても3億ですよね。言ったらさ、いやいや、6億なんかすぐ使っちゃうんだよね、というふうに言ってたわけですよ。まあさすがだなと思った一方でですね、でもそれがピークだったんで、その時に利確しなかったんでですね、
どんどんどん下がっていったわけですよ。でもその人はもし今でも持ってるんであれば、さらに上がってるんで、まあまあ、その、いつ利確するかってね、いうのはもちろんタイミングがあるんだけども、でも、その時に利確してないんであれば、今も利確してないんであれば、じゃあ今度いつ利確するのっていう、ベストのタイミングがわかんないわけですよ。で、ずーっとね、いつしようかってなるわけでしょ。で、暴落したら、うわ、暴落しちゃったよーって言ってね。で、上がったら上がったでさ、いや、いつやったらいいのかって、もうどん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 ざわざわするわけでしょ。で、それでまあ、上がり下がりでですね、ドーパミンが、まあ、出たりは、ね、なんか、するわけじゃないですか。いや、それって気が休まらないんですよ。だからそういった意味でもね、ギャンブルなんでもですね、金運アップにとって一番の大敵ですからね。まあそういった意味では、今日はね、金運アップのね、ちょっとまとめをしますと、一つは素直であるということです。素直である。だから素直っていうのも、天使にお願いとかじゃな、だけじゃないですよ。ちゃんとした勉強しましょうということですね。あと、バカと、素直は違うということですね。で、最後は、ギャンブルをしないということですね。はい。まあその三つぐらいで、まず押さえた上でですね、自分でチェックしてみてくださいね。はい。まずは、素直であるか、ですね。で、素直っていうのもですね、天使はいいけど、ニーサはダメとかですね、ニーサはいいけど、天使はダメとか言うわけじゃなくて、一応なんか別になんかね、奪われるものもないんだからやってみようかという柔軟なですね、ちょっとね、なんか楽しい姿勢というのが大切だなと思うわけですね。あとちゃんと勉強しましょうということですね。そしてギャンブルしないということです。それが一応ベースということで、じゃあ本当の金額の話をですね、これからしていきたいと思います。ありがとうございました。